とちょっとあの昨日の閉会の挨拶でも上がった SNS での投稿についてなんですけれども、はいはい、まずこの投稿をちょっと投稿した経緯と、まあ、あの今回のこう受け止めとか市民に対してのコメントがあればちょっと教えていただきたい。まず投稿した背景経緯はですね、12月の15日から防災無線あるいは市の公式 LINE で下水道に不織布マスクや紙おむつだったかなごめんなさいなどをまあ乱れに捨てないでくださいという広報をいたしておりました。その広報をより強く市民に認識してもらいたいという思いからそのツイッター旧ツイッターにですねあの LINE の紙面あ画面を入れてそこに、まあ、コメントをつけたわけでございます。で表現については、まあ、そういう、まあ、ちょっと細かいことはあのまたあれですけれども、まず議会では、誹謗中傷はけしからんと人権問題であるというお話でございましたけれども、誹謗というのは悪口を言うこと、それから中傷というのは嘘を言うこと、そして、それが、人権に関わるということはどういうことかと言いますと、特定のもの個人であれ複数の人であれ特定の人とか法人とかですね特定の人に対して行う、まあ、人権ですからあの、そうですね人ですね特定の人にで私は特定の人に対しての呼びかけはあの意図もしていなかったし表現上もそういうふうにはなっておりません。不特定多数の人に、でなぜそういう思いになったかと言いますとこれはあの、飯山市の水道行政で今一番頭を下水道行政ですね頭を、水道行政か上下水道か一体上水道も下水道もやってるもんですからで上水道の方については水漏れが非常に多いですよ。あの管が古くなっているということが基本なんですがあのでその水漏れの箇所調査というのはだいたい夜中の1時から朝4時ぐらいまで、あまり皆さんが水を使わない時間帯に調査をするんですね。で、職員はそういうことを毎日ではないですけれども、地道にやっておりましてそういう中で先ほどのようなものを投げ込まれてしまうとポンプの故障につながったりですね、そういうこともありますので、まあ、職員の苦労を非常に、まあ、あの思っておりましたので、ただ非常に品位を疑われるような表現の部分があったことはあの本当にあのまずいことだったと反省をして、おります、まあ、あの市民の方にもそういう意味で、お詫びをしたいというつもりで議会で、申し上げました。はい、なんか今後あの、まあ、あの議会でもちょっと指摘があったと思うんですけれど今後こうどういう対応をしていきたいかということと投稿を削除今されている状況ということでいいですかね。はい、投稿は、昨日議会が終わってから削除いたしました。はい、それから、まあ、それ以前から人権についてのビデオでの学習あるいは、本の学習を始めております。自分自身のそういう人権意識、結果的にはまああのさっき申し上げたようなことなんですけれども明確にそういうことを知っていたわけではないので、人権についての、ビデオ学習あるいは、そういうテキストがあるもんですからそれの学習などをしっかりやっていこうと思っております。削除したのは昨日ということでいいですか。え削除したのは昨日の閉会後っていうこと。削除ですか。投稿を削除した。さっき申し上げた通りあの昨日の議会の後はい、何時何分かまでは覚えてませんが日にちとしては21日に削除したっていうこと、は
昨日ですね。はい、はい、出典いいですか。あの先ほど LINE で、候補したとあります、うん、LINE では候補しておりませんのでそこだけ訂正お願いします。あそうですか、あの、はい、市のね、公式のラインが出てたんですよ。それでそれがあの一定の期間を経た後は消えてしまうんですね。はい、そういうものがありました。はい、今確認です。はいはいはい、今回こういった投稿をして、まあ以前議会でも指摘があったと思うんですけれども、なんかこの指摘を受けてこんな風に感じたとか、ちょっとコメントがあれば言いたいんですけれども。指摘を受けてですか。そうです、自分投稿について考えること。さっき申し上げた通りです。はい。はい、品位を疑う表現だったことは本当に申し訳なかったと。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。先ほどの SNS の投稿についてちょっと追加であるんですけれども。議会が終わった後に削除したっていうのは、これはなぜこの対応ですか。はい、議会で、質問を受けたことなの でその時私はどういうことを答弁したかといいます とおよそこういうことを申し上げました。職員が苦労していることを思って、SNS に投稿いたしましたと、あのそういうことを知ってほしいという意味ですね。しかし12月16日のことをいきなり、この3月になって、言われても、普通質問通告で、そういうことがあってならともかくそれはなかったもんですから、とっさにどこまでどういう文章を書いたか思い出しませんでした。だからその、投稿の文章を確認し、それから、質問者の質問も確認をした上で、改めて自分の態度を表明したいと、こういうおよそことを答弁しました。で、議会での質問であったので議会の場で返答するのが議会に対する礼儀だろうということで、機会は閉会挨拶が適切だろうというふうに判断いたしました。で、その自分の態度を表明する前に、もの自体を削除しなかったのは、一つは、質問者が言うような人権侵害というようなものには当たらないという判断をしたことが一つです。それから品位がないということは言われて、指摘されて、そのように感じましたけれども、正式な態度を表明する前に削除するのは、よろしくないと思って、そのままにしておきました。ご自身でちゃんとこうどういった考え方針であるかということを表明してから削除しようと思ったというようなことですね。はい、で、あとなんかその人権に関するビデオを見ている今後の対応策としておっしゃっているというようなことだと思うんですけど、ご自身もすごいツイッターとか積極的にやられると思うんですけど、発信する上では今後どんなことに気をつけたいなという感じますか。いや、ですから人権の問題には今回は当たらないというふうに自分としては認識しておりますけれども、それは確認してみて当たらないということが、自分でも確信を持ったから今言ってるんですけれども、人権意識というものをしっかり持って、そういう表現にならないように注意を十分していくということだと思います。はい、人権侵害には当たらないというご判断なので、表現が問題だったっていう判断だと思うんですけれども、なんか人権に当たらないような投稿をしていきたいっていう品位を書かない。いや、ですから品位を、はい、書くような表現もそれはまずいと思います。はい、そういった表現をしないために今後日々気をつけていくということでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、ございましたら、はい、まず MECM さんに関連して
質問から、あの先ほどの SNS の投稿について、あの一般質問で市民にもあの説明していきたいという答弁があったかと思うんです。でそれはあの市民にも説明していきたいというのは、議会の閉会挨拶は市民への説明を兼ねているという理解でいいんでしょう。それとまた別途なんか、いや、あの、議会での答弁が、放送もされていますし、再放送もされますし、そこが一番いいだろうと判断したということです。はい、はい。